ちゃん。こんにちは。さゆたかさん、はい、続々と来シーズンの組閣、各チーム、はい、発表になっていますが、はい、日本ハムも来季の組閣が発表されました。ね、そこで、まあ、日本ハムファンにとって嬉しいニュースもあるんですけれども、やっぱり6年ぶり復帰の武田久志さんが投手コーチに就いたということで、はい、武田久志さん、まあ、小さな体でな、はい、足をいっぱいに開いて、はい、投げてる姿っていうのはまだ目に焼き付いてるけどね、まあ、いいピッチャーだったな。そうですね、はい、でさらに、新任となるのが、今年引退された八千な、はい、八千さんが一軍の内野守備走塁コーチに。なんだよ、そういうことだったのかよみたいななんか思っちゃう、早いんじゃないかみたいな。いやだから中日も堂上さんがなったりとか、なんか多いですね。あのね、八千ってね、はい、DeNA で今年引退した藤田、はい、まあ、それになんかなんとなくこう似てて、はい、まあ、人柄も良くて、うん、賢い、うんうん、で教職の免許かなんか持ってるんだよね、しっかり。あ、そうなんですか、うん、だからもうダメだったら先生やらへんで、ね、そっか教職の免許持ってるし。いや、ほんとほんと、だからすごく優秀なやつなんで、はい、結構いいコーチになる可能性があるよね。そうなんですね、うん、でまたさらに岩立さんが2軍の内野守備走塁コーチということで、はいはい、まあ、エスコンで新庄監督を含めこの4名の方が、うん、まあ、記者会見を開いたと、はい、はい、いう感じで、まあ、そんな中でじゃあ来シーズンは投手コーチが3人体制になるっていう、まあ、そうことですかね。立山さん、加藤コーチ、武田久志コーチっていう3名、はいはい、まあ、そうだな、うん、まあ、ブルペンに1人入って、はい、まあ、1人は多分上がりだと思うんだけど、うん、まあ、2人も一軍ベンチには入れないと思うんだよね、はい、だから、まあ、いろんなところでサポートをしていくという、うん、まあ、そういう誰がどうなるか分かんないけど、1人がそういう役を、うん、まあ、するんだろうなっていうような感じがするけどね。そうです、まあ、立山はベンチに入って、はい、おそらく武田久志がブルペン行って、うん、で加藤が一軍帯同の、はい、まあ、いろいろこうサポートをしていくコーチなのかなっていう、うん、まあ、そんな感じがするけどね。武田さんが入ることによってさらにこの投手陣っていうのは例えば厚みだったりどういうこの活性化が、まあ、そうだな、まあ、主にリリーフをね、うん、まあ、やってたピッチャーだから、はい、主にというかほとんどほとんどそうですね。だからまあブルペンでの気持ちの作り方とか、うん、準備の仕方だとか、はい、まあ、そういうことは伝授していくとは思うけど、ね、うん、あとはそのね、八千さんがすぐに一軍の内野守備走塁コーチに入るっていうことで、はい、このあたりどうですか、内野守備走塁コーチ入ると何、まあ、八千はやっぱりね、その守備能力っていうこともそうだけども考え方がしっかりしてたから、うん、はい、あとは冷静だしな彼は、はい、で一回なんかとんでもない体勢からボート掘って、うん、それがセカンドにまで行っちゃって、はい、その時にね、多分試合がちょっと負けちゃった時があってね、うん、で次の日グラウンドに降りて八千にお前あんな大変だからお前なんで投げたんだって言ったら、やっぱ冷静に分析してたよ。あ、うん、だから、まあ、そういう冷静さもあるし、はい、うん、あとはやっぱこう人柄がいいからね、うん、まあ、選手もついてくるだろうし、はい、選手の時からやっぱ八千っていうのはやっぱその人柄の良さっていうのは一目置かれてるというか、うん、もうコミュニケーションしなくてもそうですね、大体の性格は分かってるし、うん、で相手も八千のことは分かってるだろうから、うん、ここら辺はなんかスムーズにいきそうな、うん、そんな感じがするよね。あの八千さんっていうと、元ヤクルトの宮本慎也さんは非常にこう慕うというか、はい、尊敬してるというか、うん、まあ、やっぱね、同じショートで、はい、やっぱ慎也に憧れないチームメイトはいないよ、うん、はい、それはやっぱ彼はうまかったし、うん、スマートにものを考えるしね、うん、そういう面では憧れたっていうのは分かるけども、そりゃそうだろうなっていう話ですよそうですよね、うん、宮本さんのそういうイズムみたいなものを日本ハム の, その内野手にこの伝授じゃないですけど、そういうのっていうのは、まあ、まあ確かにあるかもわからないけど、はい、言葉は変えるだろうね、いろいろね、そうでしょう、ね、うん、で言葉を変えながらいろいろ伝えていくとは思うけどね、うん、考え方一つでものっていうのは変わってくるし、はい、見方も変わってくるしね、うん、だからもうそういう考え方、こういう局面でどういうふうに考えればいいかっていうのは、はい、まあ、しっかりこう伝えていくと思う。割とそのエラーが多い内野陣だけに、はい、もう少しこういうふうに考えたら楽だよとか、うん、まあ、そういうことはこう伝えていくだろうな、うん、急にうまくならないっていうのは八千が一番知ってると思うから、うん、そっか、そうそうそう、もう身をもってそうなんですね。そう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 、
まあ、でもね、今そのやっぱりどうしても内野手、内野の守備のミスをなくしていくっていうことを話されたように、この秋の練習で、今シーズンまで中日のコーチされてた荒木さんを新庄監督は日本ハムの秋季練習に招いて今練習をしているということで、まあ、新庄の頭の中で、監督の頭の中で2つあると思うんだよね。で、荒木は現役のコーチやってたよね、はい、中日でね、今年までね、はい、でその荒木がどういうふうに選手を指導するかっていうのを、まずは野知に見せる、コーチとはこういうものだっていうものを、やっぱこうあえて呼んで、野知がまあ新米コーチだから、どういうふうに見極めていったりだとか、あとはこう練習終わった後はディスカッションの場あると思うんだよね、だから荒木にどういうふうなコーチっていうのがいいのかとか、そういうことを聞かせるっていう、まあ一つはそうだよね、はい、あとは二遊間っていうのは結構守った選手ってたくさんいるんだよ、日本ハムで、はい、で荒木が見た二遊間のベストって誰なのかっていうのをやっぱり見極めてほしいっていうのも、はい、やっぱ一つにあると思う。だから急にはうまくならないっていうのは分かってるし、新庄監督もね、はい、だけど適性としては誰が一番いいのかって、でも新庄監督は郡司までセカンドにしようかなって思うぐらいやっぱバッティングを買ってるし、やっぱそれだけの可能性を見つけようとしてるんだよね。だからそれは荒木が見た目でどうなのかっていうことも聞きたいんだと思う。でいろいろ練習やりながら、で荒木がどういうふうに見極めて、どういうふうに監督に伝えるかとかね、まあ、もちろんその基本的な取り方だとか、はい、そういうことも教えるだろうけども、レギュラーとして誰が一番適任なのかっていう、守備として、そういうのは見極めてるというふうには思うけど、あとはじゃあさらに教えるという意味では、あの直接選手に、例えば上川畑選手だったりとか、まあ、奈良間選手とかいますけれども、荒木さんはどういうふうにしてこういった選手たちに教えて見極めていくんですかっていう。だから適性がどこにあるかっていうのが一番大切で、適性がないところを無理やりやらしててもやっぱミスが増えるだけで、負担が増えるだけで成績が上がってこないという、まあ、それだけは避けたいだろうから、適性を一番持ってる人間はショートは誰なんだという、でセカンドは誰なんだっていうことはこう練習をやらせながら見極めてると思う。例えばショートの適性っていうと、どういうところを見て、どういうことが、まずは精神的に強くないとできないということ、体の強さ、力、はい、肩、守備範囲、まあ、いろんな要素があるんだけども、まあ、その中で一番は誰なのかというね、ことで。セカンドでは変わってくるんですか、ショートとは。セカンドは反転しなきゃいけないから、はい、あと体幹がどのぐらい強いかとか、まあ、そういうことにもなってくるし、はい、ピボットプレー、まあ、セカンドのね、まあ、そういうところにどれだけの能力を持ってるかとか、投球に正確さはどのぐらいあるのか、で肩の強さはどうなのかとか、はい、セカンドの方がショートよりも肩が強くなきゃいけないことがあるからね。あ、これはやっぱカットマンに入ってサードを許さないとか、はい、まあ、そういうことになってくるから、だから近代野球ではセカンドの方が肩が強くないとダメだっていうふうには言われてるよね。だから、まあ、そういう適性をどう見極めるのか、だから上川端と奈良間、上川端の方が一つ抜けてるようだけど、奈良間の将来性、この思い切り、はい、バッティングも含めたね、これはやっぱショートに向いてるのかとか、はい、まあ、そういうところだよ。あとは例えばその二遊間の選手の呼吸というか、コンビネーションというのも、もちろん誰と合うかとかね、だけどバッティングが伴わなければ外していかなきゃいけないし、荒木は目を凝らして見てるだろうね。名二遊間を中日で築いてたので、井端さんと一緒に、まあ、でもそういった方をすぐに新庄さんがやっぱ呼ぶっていう、そのアンテナというか、それもやっぱりすごいなっていう。まあまあそうだね、柔軟性があるよね、まあ、ただそのベテランの、まあ、例えば守備コーチがいたら、そらなんでやねんって思うけども、やっぱり家賃に見せたいっていうね、まあそういうことも含まれてるだろうな。そうですね、で家賃はお前どう思うんだとか、うん、そういうこともこう話し合いながら、はい、すり合わせて、やっぱね、新庄監督っていうのは、まあ、確かにこう人は動かすけども、自分の中ではやっぱ固定が強いっていうのは一番分かってる人なんだよね、はい、だからサード清宮、ファーストマルティネス野村とか、はい、そういうことでしょ。また二遊間を誰にするか、ライト万波、センター磯畑とか、はい、レフトの松本を、で二遊間さえ決まったら、ある程度の形っていうのはできてくると思うんだよね、はい、そうなってくると勝負になるから、
い、だからそこら辺の強化は図りたいんだと思う。まあ、本当に来シーズンこそ固定でっていうところをやっぱり思ってるんですね、うん、だからその新米コーチの八千代になったから荒木を呼んでね、うん、八千代まで育てようとしてるという。すごい、選手だけじゃなくて、選手だけじゃなくて、コーチも、うん、だからその中でこう秋の秋キャンプがどん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 進みながら、はい、誰になっていくのかっていうのが、うん、まあ、春に分かる。そうですね、うん、秋の成果が春に分かるっていう、まあ、成果というか多分八千と荒木と監督がこうやっぱそこら辺の二遊間というのは話し合ってると思うんだけど、はい、誰になってくるのかね、うん、これはやっぱこう春が楽しみやな。そうですよね、うん、ポジション争いをしている選手、ポジションかぶりの選手がやっぱ日本ハムって多いだけに、うん、しかもまだ空いてるだけにポジションが誰になるのかっていう、いやもう楽しみですよね、うん、だからエスコンでやってるけども、はい、まあ、よりその自分たちのホームスタジアムでグランドになれるという意味ではね、はい、一つの目的とすれば、はい、まあ、すごくいいことだし、うん、やっぱり他球団は苦しむかも分かんないけど、うん、自分たちは、ね、ホームグラウンドだけに守りきれなきゃいけないし、うん、そのためにはお客さん呼んで緊張感も与えてるし、はい、いいキャンプをしてるんだろうなっていうふうには思うね。そうですね、はい、いやでもね、来季どういうふうに、まあ、その内野陣もそうだし、そのコーチ陣と一緒に練習した成果が来シーズンどのように出るのかも楽しみ、はい、まあ、楽しみだな、はい、はい。